さんは間違ってたのがナスだ。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 この手の合体モンスター企画で結構久しぶりなんじゃないですかね。この手のね、最近ボンファイターの時とかにやってたね、対人バトルロードやってみたいと思います。暗黒の街の時はしなかったです。結果見えてたんでね。今昔は猛威を振るってね、ミラーマッチすらあったスーパーキラーマシンね、ワンのね、適当なモンスターチームを蹂躙してきたね、形跡もありますからね。今2の最終期間でどこまで活躍できるのか、あ、本当に硬いね、やっぱりね。敵も四徳岩子とイバラドラゴンっていうね、ワンの合体も仲間モンスターね、かつ主人公っていう感じなんで、主人公がねどこまでの鍵を握るかになりますね。おー、イバラドラゴン消し飛ばしていく、この一刀両断強さよ。うん、イバラドラゴン打撃弱いからな、鉄通貨いくぜ一刀両断。はいよ、あれなんでだよ、おめえ避けんのかよ、おめえ避けんのかよ。さあ主人公がちょっと問題ですね。事後フラッシュの火力が高い。でもカジコさんもね、あー、いや結構食らうな、マジか、結構食らう。さあワンでボコボコにされたその恨みを晴らしに来たイバラドラゴン。まさか、恨み晴らされたな。今ちょっと待って、俺の解説文とさ動き一致すんのやめろや。え、俺の解説文と動きが完全に一致したらと、どうなってんだ。イバラドラゴンマジかって、ワンの合体もちょっとワンのたまにあったけどそういう光景。嘘でしょ、勝てるんだって、スパキラ、スパキラ、これは勝てるって、スパキラ、これは勝てるんだって、お前イバラドラゴン狙えば勝てるだけのゲームじゃねえか。イバラドラゴン狙えば勝てんだよ、お前。何してんだよ。おい、スパキラ、何してんだ、お前は。まだだ、まだなんだ。まだだよ、諦めな、早い。みんなちょっともうさ、もうブラウズバックしてんでしょ。まだだよ、見てて、見とけ。スーパーキラマシン1のね、優勝台にも立ったことのある、このモンスターのね、活躍見るから見とけ。行くぞ、まず相手の動きを止めるんや。あんまりだよ、あんまりだよ。イバラドラゴンに恨み晴らされた。いや、もはややる必要あるのかっていうちょっとね気配がしてまいりました。はじめうわーってのさ、一刀両断とかさ、ピロリとかでうわーって、もうどんどん尻つぼになっていくんですけど、まだちょっと待っててくださいよ。あの一刀両断の開始映像があれば、今からこの戦うメタルチームも倒せるんじゃないですか。メタルチームに対しては会心出せばもう勝てるゲームですからね。ただ問題はこういうメタルチームが会心をボコス荒らす未来もちょっと見えてます。黄金の体が回転ゴールデンカッター、わーな、嘘、270も食らうの、嘘でしょ。そうなんだよね、その魔物使い時代は気にならなかったんだよこいつら。あー、まあこんなもんか。スーパーキラーマシンって身の守りが160あって、打撃耐性はまあまあ弱かな、うん、なんですよ。でその関係上受けるダメージが頑丈なんですけど、まあ火力インフレがね2に始まなってから、いやいや2になってから火力インフレが始まったんですよね。まあ魔物使いの称号とか戦士とかね、巣のステータスの高さとかね、そのあたりのせいで、まあ、主に、その、耐久がちょっとね、追いつかないという。耐久を上げるっていうよりは、耐性上げ、耐性の方が重視される?巣のステータスより、耐性の方が重視される環境となってしまったのがね、なんとも言えない形ですね。でも、お前、メタルチームは勝てるでしょ、さすがに。うん。勝てそうな気配してきたわ。だって、ここでさ、ギガデインぶち込めば、もうあと、500程度だよ。もう負けるわけないじゃない。ほら!コンスタントに当たればもう勝てます。2ターンでね、2ターンキル。もう、耐久もね、火力も兼ね添えたスーパーキラーマシンがね、ちょっとね、ちょっと強く、ちょっとメタル、ここで、ここでちょっとメタルとか倒してね、ちょっとね、パワーアップを図る。先に2000、もう2000くらい、ちょっとね、かかる。さっき、すいません。嘘でしょ、ちょっと、すいません、すいませんって。許してって。
常にね、常々思ってたんだよ。こいつの会心って、ね、確かにね、毎回 15% ぐらいの会心が、ね、あるから、おぶねー毎回 15% ぐらいの会心、毎回 20% ぐらいの会心。え行くぜー、うわー頑張れ、おい、負けじゃん、いや、負けじゃん、だってもう SP こっち残ってますよ。SP なんか残ってるんですけど、こっち。攻撃は使わずいきましょう。八百長でもう攻撃使わずにいこう。スパキラが走るかもしんないしね、スパキラ走るかもしんないんで、ちょっとねここはエロ見せつけて、エロだけ出しておきます。メタル系に先制する足の速さ見せてくれや。うわ全部集めれば大金持ち、おわやったし、よし、ここにピロリ、ここにまだある、ここにピロリはあるぞ、おい、え、あ、金色の輝きが爆裂するガールドブラスター、うわー、何これ、何これ今のダメージ。さあ、ウォンマスの称号といってね、まあ、耐久も火力も強化されたといえば、この潮流軍なんですよ。はい。ドラゴン3体には3500度 HP を誇るね、おバカです。しかも、火力もちゃんと兼ね揃えているっていうね、ちょっとね、スパキラの相反する存在なんですけど、これを見たらさ、さすがにちょっとね、使わざるを得ないんで、ちょっと使いますね。基本的に僕、ダイレクトスピードしか使わないんですけど、まあ、今回はちょっと使いましょう、さすがに。ね、これいるんだったら、飛型ドラゴン切り使いやってコメントが絶対流れてくるんで、ちょっと使いときます。こうなるとスパキラ HP と同等です。同等か。その同等の時点でなんか負けそうだけどな、うん、さあ火力も耐久も兼ね揃えてるね、潮流軍団相手にねスパキラが戦います。どうなんだ、まあでも2のねレジェンね後期になってくるとモンマスが強いからな、いやーって言ってひでえな、あんまりだな。電撃を当たってブレス発射、雷はまずい、うわあ、ハハハ、雷はやっぱダメか。しかもお前なんかデッドリュポンしてるしな。いけ、いや弱うわ、マジかよ、弱いって、弱い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 、すごいすごい、薄い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 、もうそんな薄いなんで薄いって。キスコ、やばい、一旦で半分の HP を削られたスーパーキラーマシン。なんで敵の火力がね、上がってるのと、耐久も上がってるのと、HP も上がってるの。合体モンスターっていうのがね、ゲビーになってしまったのが、今ね、この環境からね、ひしひしと感じております。あ、でも、ドラゴンライダーそんなだな。いける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 。まだいけるよ。さあ、一刀流なんで。いくぜ、巨大な刃、一刀流な、あれえ、ちょっと待って、剣合体からの一刀流。終わりだよ。え？に、あか、鬼コンボと一緒やこいつ。あ、鬼コンボと何も変わらん。あ、鬼コンボと変わらんこいつ。終わりだわ。終わりだわ。あ、終わりだわ。なんかね、所詮2400しかないっていうのがいかに低い HP が今ね、ひしひしと感じるわ。んでね、俺一つ思ったの。スーパーキラマシン見たらね、真っ先に使う SP ってあるんですよ、実は。はい、ドラゴン切り使ったよね、君僕にドラゴン切り使ったね。じゃあ結果見えてるよね、君への特攻カード稲妻の剣700弱。仕返しがひどい。じゃあ同じ合体モンスターどうなんと、1の最終期に出たスーパーキラーマシンバス、2の最終期に出たゲリオンです。もうなんでそいつを選んだの、なんで相手にこんなのを選んだ、ね、桁違いの怪物をバトル相手に選ぶ必要ないでしょ。ニゲリオンの何がまずいって、あ、でも、耐久はあるね、スパキラの方がね。スパキラの方が耐久はありますね。まあ、ただ、ゲリオンはオフェンス面に振り切って、防御面は回避に振り切ってるだけなんで、イトルがこうやって出るからね。さっきみたいなメタルドコンみたいな引ってダメージ出ないからね。だからコンスタントに当てるのが大事ですね。そう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 。さあ、問題はゲリオンです。エクスプロージョンがまずいです。はい。舞い上がった広が炸裂エクスプロージョンなんですけど、
これはスーパーキラーマシンが弱点取られます。どんぐらいくらいだっけ。まあさすがにね耐えると思うけど、そこそこやめてね。え、嘘嘘、ちょっと待って、本当に待って、まだね勝負始まってない、まだまだ勝負が始まったわけですね。 もっと勝負楽しもう、エンジョイ。この手の企画はもはやおなじみ魔王との戦いなんですけど、まあ武道ハーゴン呼んだらもう分かってるんですよ結果が。なんで今回はちょっと変わったものをお呼びしました。火力も耐久も備えている一体系の魔王、レジェンド魔王。そんな強くないバラバスの登場です。うわ、なんか来たぞ。バラバスどうなんだろう。一応レジェンド魔王の中では一体系魔王、まあお供を連れてない魔王の中では割と強い方です。一体系がそもそも弱すぎるんで、ゲマとかなんかドルマギスとか6連発じゃないんで、みんなその中ではわりかし強いタイプのバラモス。何が強いかって耐久はいいんですよね。かなり耐久が高い。ほとんどの属性に対してね強耐性を持っているバラモス、打撃含め。なんで一等俺はちょっと厳しいんじゃないかな。まあ300ぐらいじゃない。バラモス硬いよ、そもそも当たりもしないっていうねそもそも当たりもしないのはまずいって。うわ、やっぱりバラモス硬いよマジで。火力はそんなでもないけど、イオナズまずいな。くぞ、イオナズ、圧呪文、イオナズ。待って、それはバーでも、あ、全然食らわないじゃん。なんだ、よかったよかった。で、何がまずいかっていうと、バラモスのこの戦い方っていうのはレジェンド魔王のその使用上をつばぜりができないんですよね。で、つまりどういうことかっていうと、普段ね魔力が溜まりやすいバラモスっていうのは魔王系で全然効かねえわその耐久力の高さを生かしてとどめの一撃を打つだけです。なんでこのバラモスを削るのって結構大変なんだよね。高い HP と高い耐性、それで勇気勝ちをするっていうね。まあバレジェンド魔王は大体卑怯ですね。レジェンドは大体卑怯者ですチキン集団、卑怯者集団です。まあもう一つはコンスタントにね、イオナズの邪悪の爪に当ててって勇気を回収してゾーマ様を呼べ勝ちみたいな耐久高いからね、4900っていう HP かつつばぜできない、だからとどめの総裁をしてもあんま意味がないっていうことになるんだよね。まだコンスタントに攻撃を与え続けてますけど、お互いこんな感じでね魔力の差が開くんですよ。合体モンスターとレジェンドマンの差ですねこれが。はい、まあ、ここでまあ何光の玉使ってで、それでまあどうかって感じだけど、これイオナズンで死ぬかもしれん、そもそもまあ次のターンでまず向こうのバラモスのね魔力が溜まります。スパキラちゃんはこのターンに勇気を貯めなければゾーマにねメラガイアを打たれてしまう、死ですなんだよその罪的状況は。待って、そもそも死ぬのか。いや、まだ動画撮りたいです。命やとの青春、こんなところで終わらねえよ。ほらね、13で耐えた。さあ向こうのマイク溜まりました、向こうのマイクが溜まりました。ここからね、配信を2回出して、まずね、勇気の総裁に持っていかないといけませんね。さあ、残り1ピ13でね、瀕死の状況ですからね。死中の幹っちゅうのもありますからね、今。いい、頑張れ終わりだよ。おい、まんまとやられてんじゃねえか。まんまとそのパターンじゃねえか。おい、行くぜ。おっぱい。はい、そう。行くぜ。バラモス、いつもこういうことしかできねえ。もう、強打に見たぞ、バラモスのこの戦い方。さよならだ。はい。ダメージ調整も完璧。もう、スーパーギラマシン、完膚なきまで叩きのめされました。時代についていけなかったのかな。